こんにちは、みなみです。今日は Vlog TikTok シャープ20です。あ、間違えた間違えた間違えた21です。今確認してたのに思い切り間違えた。はーい、結構あっという間です。こんばんは、ママです。はい、もう早速オープニングということでダーツを打っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。はい、全国ランダム熟し、久しぶりに聞いたんだけど、はい、長尾市、長尾って何、石川県、石川県、めっちゃ端っこのところにピンが刺さりました。行ったことない。ないね、うん、では石川県へ行ってらっしゃい。それではスタート。ということで、電車と新幹線を使って石川県金沢に着きました。この大きい門は鼓門っていう門ですね。めちゃくちゃ大きい。 お出迎えしてくれましたね、いきなり。はい、そう、写真で見てたんですけど、どこにあるのかなと思ったら、あそこが出てきたらすぐ目の前にありました。今日はね、ファンの子がね、うん、パパがいいねしたんですよ、TikTok で、うん、石川県来たら、ここ回ってほしいなみたいな、そこを、まあ、多めに回ろうかなみたいな感じですね、はい、ありがとうございます。なんかね、金沢周辺だからね。そう、とりあえずここは写真撮ったりして。はい、はい、チーズ。 TikTok 撮ります。Okay、ちょっと曲がっちゃったかもしれない。夜も撮れたら撮りたいなと思って。はい、夜もライトアップされれば綺麗そう。早速今から行くところに向かいたいと思います。はい、レッツゴー。レッツゴー。はい、ここは東茶屋街です。着物着て散策っていうか回るのが結構有名みたいなんですけど、ちょっと今日は時間があれなので、はい、着れなかったですね。時間があるとき着物着て回ったらいいですね、はい、なんか金箔のアイスがね、そこが有名みたいな。ここです。並んでますね。並びましょう。はい、じゃあ見て、全部金箔です。食べれるやつだよね。桜も持ってます。え、どっから食べる。かぶって食べちゃう。これやば。じゃーん、金ピカです。で、うん、味わってない。めっちゃ久しぶりに食べた気がする。特人だ、うん、この東茶屋街は食べ歩き禁止みたいですね。そう、はい、なんかもともと風景を楽しむところらしいから。じゃあ、座り食いしましょう。はい、座り食いしましょう。ごちそうさまでした。もともとソフトクリーム苦手なんですけど、全部食べれた。みんなやっぱ着物着てるね。うん、友達とかで着物着て一日遊べそう。うん、いろいろ食べて写真も撮って、うん、ちょっと雨だったら残念だったんだけど、めっちゃ晴れててよかった。今、金箔が乗っかってるたこ焼き。そうだね、金沢たこ焼きってところに来ました。金沢の伝統工芸ですね。全国の 99% をここ金沢がシェアしてるんですね。1万分の1ミリの金です。ですので風の影響をものすごく受けちゃうので、風を読みながらですね、運んでまいります。おお、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。じゃーん。
はい、暑いので乗せる瞬間すごい、すごかったです。じゃあちょっとこれ割っちゃいますけど、速攻で、うん、いただきます。うん、オッケー。うまっ。うん、めっちゃうまい。すごいな、めっちゃうまかった。金箔はさすがに味はわかんないけど、うん、わかんないけど、たこ焼き、たこ焼き普通にうまかった、めっちゃうまかった。はい、ここのお店は金沢たこ焼き、はい、東さんですかね。おすすめです。はい、高見屋さんに着きました。なんかさ、思ったんだけど、あなたに似てない？ほっぺじゃないからね、ほっぺちゃんじゃないの？ほっぺじゃないから。あれ？ほっぺちゃんじゃなかった？これ石川県観光 PR マスコットキャラクターの百万さんをかぶっ、あらまあ、をかたどったオリジナル商品。あら、失礼。これを食べたかったんです。ちょっと横に並べてみて。ほら、なんかミミの昔の頃みたいな。まあ可愛いってことがいい。パパにはわかる。じゃあいただきます。ちょっと顔食べちゃうんだけど、カスタードを買いました。いただきます。うん、たい焼きみたい。ああ、たい焼きみたい。うまい。なんかチーズの人があったんだけど売り切れてた、うん、これが食べなかったんだけど、甘すぎない感じで美味しい。見て、耳がひっくり返されてる。どうしたの？耳がひっくり返されてるぞ。ほら。お次は兼六園に来ました。ここ多分修学旅行生とかね、とか結構来るんじゃないか。うん、またあそこに金箔のソフトクリームがあるみたいで、じゃあパパが食べようかな。うん、パパが食べるみたいな。はい、行きます。ちょっと行きましょう。はい、入れといて。あ、こっちプラチナや。こっちの、こっちプラチナや。こっち金や。うわおお、すごい、うわ、これいく、これはやばい。今までのなんか多分人生で一番高いソフトクリームだと思う。そうだな。2100円です。金とプラチナいただきます。はい、と抹茶。どうですか？うわ、もう、うん、抹茶です。はい、いや、すごい、これはすごいね。うん、でパパが、はい、あとは食べちゃいます。はい、入園、うん、しました。入園しました。そしてはい、ことじ灯籠というところに行くんですけど、はい、いろんなスポットがこの中にあるんですけど、その中でもね、ファンの子がここを、そうね、こう上げてくださったので、そこに行きたいと思います。はい、ここでもみんな着物を着てます。いいですね。うわー、落ちたらやばい。あ、これ撮りますか。はい、はい、チーズ。紫の松だって。うん、はい、こんな感じ。見てください、じゃん、あんころ餅とお茶、お茶、コーヒー頼みました。イエー、あんころ餅いただきます。うん、うまい。お餅です。お餅、はい、お腹いっぱいです。もういっぱいですよ。もう何しに来たわって TikTok の旅ですけどね。そうですよ、やっぱ TikTok とないと始まんないってこと。はい、撮っていきます。はい、 OK、 いい感じ。次は、次はとりあえず面白いところに行ってみます。はい、どこだろう、どこだろう。はい、
21世紀美術館です。やってまいりました。なんかプールを、そう、上から、え、下からで、あ、下、下から覗けるみたいな。で、上から見るともう降ってるみたいな、うん、みたいですね。はい、行ってみましょう。はい、なんだこれ、あーってどっか聞こえんの。え、これ、そうじゃねえか。ここが何なんだ、これは。なんか中にみんな入ってる。はい、インカメで行ってらっしゃい。はい、こんな感じ。なんかね、お菓子作りのボールの中に入ってるみたい。こんな感じです。ちょっと恥ずかしくて出てきました。次、プール、さっき言ったところ探すんですけど、多分中なんで。あ、中なんだ。はい、入場してみましょう。はい、撮影がね、急だったので。そう、急だったので難しいということなんです。写真だけでも、はい、ということでね。ありがとうございます。プールのとこ行きました。で、なんか外は OK みたいで今来たんですけど、なんか虹色のスポットがありました。あ、ピンク、ピンクです。皆さん何人組かで写真撮ってるから、私だけソロなんですけど、こんな感じです。上から見てみたいわ、これ。近江町市場に次は来ました。なんか海鮮があるみたいです。そうです、南さんが食べれる海鮮を探そうぜという企画になりました。いつから？だから試食をたくさんさせてもらって。あ、どれが好きなの？なんかでも今の時間ってなんか微妙な時間なの。夕方、あんまりお店が、うん、品がない。すごい。はい、大好きなおでんを食べました。ズームと卵焼きとロールキャベツと大根です。これは有名みたい。いただきます。なんだこれは。どんな味？味は、なんかこの汁の味しかしないよ。あ、そう、うん、美味しい。食感、なんかね、汁じゃなくて、だしな。あ、だし、めっちゃブリブリしてる。うん、美味しい。最高、いただきます。うまい、うまい、うん、ごちそうさまでした。マジでうまかった。久しぶりのおでんでしたね。だしが美味しかったです。なんか今からパパがこの辺でお買い物するらしいです。お土産かな。ということで、お魚好きにはたまらないコーナーでした。はい、急ですがホテルに戻ってきました。今からいつも通りお部屋の紹介をしたいと思います。まずはね、ここオシャンの洗面所です。ライトがさ、こう縦に長いの。よくない？で、こんな感じ。で、お風呂です。あ、シャワーと浴室が別になってますね。かっこいい。そして、こちらがおトイレですね。そして、まあ、クローゼット。そしてこっちがメインです。じゃんじゃかじゃーん。こんな感じ。ベッド2つにソファー。で、景色がね、こんな感じ。わー。なんかすごいな。駅がすぐそこだから。あ、ほら、あそこに鼓門があるじゃん。またちょっと夜。どこか回れたら回ります。バイバイ。はい、今から夕食に行くんですけど、夜の鼓門も見に来ました。かっこいいです。ちょっとくるっとしてみようぜ。はい、でかっ。おー、
ナです。はい、ということで夜の鼓もとても綺麗でした。行ったことあります。はい、金沢駅。はい、聞こえますね。みなみちゃんですよ。みなみちゃんです。写真撮ります。チーズ。はい、みんな行きましょうか。みなに行ってきたいと思います。夜ご飯のお店見つけました。玄関。玄関。牛タンとか生ハムチーズとか。あなたの定番のお子ちゃまご飯ですね。お子ちゃまはいらないけどね。お子ちゃまご飯。美味しいやつ。あとおでんの里芋、うん、とか、まあいろいろバラバラなんですけど頼みました。里芋きた。めっちゃでかい。でかい。最高。みなさん、こちらこちらこちら。ヒラメです。絶対美味しいよ。さあ、克服できるか。いただきます。そこは一口でしょ。筋があって。はい、感想。お菓子の魚の味が。お菓子の魚の味食べてる。あんじゃいいじゃん。こっちいただきます。なんだその香りを。そうやっていく。うまっ。牛タンです。いただきます。めっちゃ噛みやすい。タレでしょ。うまそう。ごちそうさまでした。そうでした。もうお腹いっぱい。うまかったです。今からホテルに戻ってもう寝る支度ですね。まあ、また明日はちょっと雨なので。そうやな。なのでまあお土産とか買って行けるところは行って、ということでパパは寝ます。はいはい、お風呂上がりです。なんか顔太った。はい、ということでもうパパは寝ました。石川県 Vlog1 日目が終わったんですけど、まあ、いつもだったらねもっと飛行機で早く行っていろんなところ車で回ったりとかしてたと思うんですけど、パパが先週かな、長崎、大阪、韓国、今石川県で多分疲れが溜まりすぎてて今日も Vlog 来るか迷ったんですけど、多分パパも体と相談して来たのかなと思います。なので精一杯頑張ってるので、ちょっと あまりいろんなところいつもよりかはその遠くの距離とかも行けなかったんですけど、それでもすごくみんなからおすすめしてもらった場所にも行けたので良かったかなと思います。はい、それではおやすみなさい。おはようございます。今朝食を食べてきました。今日は室内の方で回ろうと思って、ママが私の好きなマロジーとかジェイダさんとかのお洋服もあるよと教えてくれたので、そこに行きたいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。今日はさっきも言ったんですけど金沢フォーラス、はいはいはい、というところに行きます。はい、まあ、お洋服だったりお買い物をしたいなと思います。はい、はい、中に入りました。まずはかわいいかわいい X ガールさんでお買い物をしたいと思います。次はマウジーさんに行きたいと思います。はい、 X ガールさん買いました。なんか今ね X ガールさんとコラボしてるの、マウジーさんが。すごくない？奇跡。
行ってきます。はい、ということでマウジンさんのお洋服買ってプラザでも買ってきました。プラザはママたちとかルイカたちにもちょっと買いましたので帰ってから渡したいと思います。パパがディーゼル、山梨にはないのでディーゼル行ってきました。めっちゃ可愛かった。メンズの方が個人的に好みだった。じゃあお土産を買いに行きます。はい、ということでもう今から新幹線で東京に帰って東京から電車でお家に帰りたいと思います。ファンの方にね、多分久しぶりにこんなに会えたんじゃないかなってくらいいろんなファンの方に会いました。皆さんありがとうございます。バイバイ。ただいまです。帰りです。帰ってきました。昨日帰ってきました。お帰り。翌日です。はい、お土産紹介です。イエーイ。なんかいつもいっぱいあるけど、デパートみたいな金沢フォーラスっていうところに行って、なんかいろいろあって、そこでね、お買い物しました。紹介していきます。いいね、まず、X ガールさんに行きました。ちょっと新幹線とか電車の移動でぐしゃぐしゃで袋がなってしまったんですけど。まず、一つ目、じゃん。かわいい。かわいくない？マジでみんな着れるよね、そういう。そう。シンプルなグレーのスウェットです。なんかそんな分厚くないのよ、これ。ほら、触ってみ。結構薄め。ちょっと触ってみるわ。あ、いいね。なんかさ、女の子4人ってマジでさ、あ、ごめん、私女の子だ。いいでしょ、女子4人。ごめん、女4人ってさ、なかなかないじゃない。まあね。服結構買うけどさ、ほんとみんなで着回せるよね。うん、着回してる。ね。で、なんと、はい、マウジーさん言ったんですけど、うん。まあ、まず一つ目のなんと、店員さんが私の視聴者さんとかファンの方で、なんか急に背の高い美人なお姉さんに話しかけてもらって、お店に来てるお客さんなのかなと思ったら、店員さんで。まさかの店員さんで。そう、まさかの。そして、二つ目のなんと、X ガールさんはたまたま行ったんですよ、会ったから。はい。で、次、マウジーさん行こうってなって、そしたらなんとコラボしてまして、ここの X ガールさんと。え、何気になる。じゃーん。それは私だよね。私の？いや、あ、気まずい、やめて。まあみんなで着るでしょ、どうせ。もう着れるんですけど、可愛くない？可愛い、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。そう、これ X ガールさん、X ガールマウジーって書いてある。これ X ガールさんのキャラクターかな。はい。で、この商品を買うと、ホメルティでこちらがもらえるんですよ。おー、めっちゃ可愛くない？可愛い。そのトートバッグ、ね、うん、一緒。うさぎのことをこれ選べたんですけど、まあ、Xガールさんっぽいやつ、選びました。すごっ。ナイスタイミングだったね。そう、ナイスタイミングだったので、これ買いました。そして、次はプラザさんに行ったんですけど、まあ、山梨にもあるじゃないですか。はい、なんですけど、私、ウォン・ジョンヨさんのコスメをちょっと集めたくてというか、いいっていう風に見るから、マスカラだけ今持ってるんですけど、これもすごいよく使ってて。で、パックっていうのかな、なんかメイク前にするパックをなんか YouTube で見たんですよ、それをちょっと、まあ私いろんなパック使ってるんですけど、そうですね、4つ買いました。すごい。これ私山梨で見たことなかった。私もない。1人1個ずつパターン、それとも、そうですね、イエーイ、ありがとうございます。で、これ顔の形してるんじゃなくてシートタイプなの、四角い、だから四角い、そう、スクエア形状なので、こうほっぺほっぺおでこみたいな。あ、本当だ、部分用シートマスク。そう、メイクのりアップスキン。ありがとうございます。首パックだって、首パックにもおすすめで、ここ、50枚入りです。やったー。はい、これちょっといっぱい買おうかなと思って。ルイカも喜びそう。はい、やつ買いました。で、あとプラザさんで、ね、これルーニーチューズステッカー、エアポッツケース。やっと、やっとってか、他にもファンの方にいただいたのがあるんですけど、ちょっとね、私いろんなのつける人なんで、見て、可愛くない？うわ、好きそう。そう、私ごちゃごちゃしてるのが好きなんで買いました。でもなんか結構女の子っぽいよ。まあここは終わりで、じゃじゃん、でかっ、ディーゼルに行ってきました。これ山梨ないです。私ちょっと今これ着てるんですけども、早速これも買ったやつです、パーカー。かわいい。これはね、パパから、まあ、みんなで着て、みたいな感じで。みんなで着れるよ。パパも着れそうじゃない？そう。メンズの S です。
ああ、今 S じゃ難しいかな。パパはね。で、あとはパパのセットアップなんですけど、うん、パパディーゼルってもう知らなかったらしくて、うん、この日初めて知って買ってたんですけど、うん、多分可愛かったんだろうね、うん。めっちゃ買ってたよ。まず、まずこの、セットアップの下です。え、かわいい。かわいくない？こう、色合わせた感じのズボン。で、上、がめっちゃ可愛くて、私もちょっとこっちにしようか迷ったんですけど、じゃん。あ、かわいい。かわいいね。これがセットアップで着れるし、でもセット売りじゃないので、うんうん、別々で買えます。なんか、パパ昼前に娘たちに着倒されそう。で、もう一セット買ってて、見て、シールかわいい。すぐ貼るよね、あの人顔に。こちらズボン。なんか似たような感じなんですけど、こっちはちょっとまあお出かけできる。かわいい。パパがそれ？そう、これ珍しい。で、これが私のこの上の服と、まあ同じ仕様な感じの。うんうん。のフードなしみたいな。そう。まあいいじゃん。でもこれはまあ無地ですね。うん。なんかさ、袖の部分がちょっと茶色っぽくてかわいい、ね。そう、これね、赤茶っぽいのでね。え、いいな。女の子がさ、これでショートパンツにさ、かわいい。かわいいよね、うん、ブーツとか。はい、そして、地域のお土産。はい。こちら、なんだい？カレー屋さんなんですけど、カレーが有名なんですよ。なので、じゃん！金沢牛プレミアムのカレーを5個買いました。多分お土産用にも買ったと思うんですけど、まあお家用にも。お家用とお土産用ね。で、次パパの辛いやつ。パパの辛いやつです。なんか、ゴーゴーカレーファイヤーって書いてある。元気の源。まあ、好きそうなやつです。ですね。はい。愛され続けて50年。次こちら。これは私が選びました。何？甘いやつだと思う。餅。兼六餅。兼六園っていうところが有名なんですけど。お餅だよ、これ。で、次これ。五郎島スイートポテト。なんかすっごい美味しそうだったから、これは釣られて買っちゃったんですけど。で、これこれ、ちょっとみんなストップはい。あの、金箔のソフトクリームが有名なんですよ。はい、見ましたよ。見ました？見ましたよ。それで金箔が乗ってるお菓子とか結構。金箔じゃないの？金箔が乗ってる、なんと、チョコレートケーキ。そんなに？と、抹茶ケーキ。抹茶珍しい。いいね、うん、あのね、聞いて、パパがプラチナと金の抹茶のアイスクリーム。2100円。さすが金とプラチナ。プラチナだよ、だからあのネックレスとか使うね。で、あと私が欲しかったカレーの先イカ。絶対食べれなくてうずうずしてたやつ。うん。癖になる味って書いてある。これ気になって買っちゃいました。これもさっきのこの ここのやつと、うん、なんかコラボだって。ゴーゴーカレーとホクチン。こちら、兼六餅です。美味しそう。私も食べよう。いただきます。その容器に入ってる。わー、ちょっと。こんな気をつけて。いただきます。食べる？うん、今いい。すっげー柔らかそう。もっちもち。リミさ、結構さ、あれ買ってくるよ、お餅。確かに。お土産に。はい、ということでこんな感じでお土産紹介も終わりでーす。イエーイ。まあ、ちょっと今回移動にすごい時間かかっちゃって、うんうん、まあパパが長崎行ってたり大阪行ったり韓国行ったりしてちょっと疲れがあって、うん、まあ本当はね早く飛行機で行って車でいろんなとこ行ったんですけど、いつもだったら、うん、今回はね少しちょっと少ししかちょっと回れなくて申し訳なかったんですけど、はい、だけども私の食べたかった金箔アイス、うん、めっちゃ美味しかったよ。めっちゃ美味しい。あと金箔たこ焼き。え、めっちゃうまかった。マジで羨ましい。普通にただ単にたこ焼きが美味しかった。パパもしかも贅沢っていうね、うん、本当に。はい、ということで皆さんもぜひ行ってみてください。石川県、ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、最後までくれてありがとうございます。それではバイバイ。次回もお楽しみに。Never thought I'd feel like this. Never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. Never thought I'd feel.
I'm struggling.